危ないな。結構ありますね。あ、これ移動じゃね。そうだ。わしは執念深い男じゃっけ。よう覚えておけ。龍が如くの1で出てきたね、兄貴、何ですか、兄弟分、錦、何でしたっけ、なんか、錦織じゃなくて、なんかちょっと忘れちゃいましたね、私も。恋の入れ墨を背負った、ね。これは、なんだ、巻き割り的な。何やら困ってるようだな。どうしたんだ。嫁から巻き割りを頼まれたんですが、とても一人で割り切れる量ではなくて困ってるんです。鬼嫁ですね。あなたよく見るとすごく力がありそうですね。もしよろしければでいいんですが、手伝ってもらえませんか。巻き割り、なんかね、手伝ってくれるのを待ってましたとばかりに、なんかこのおじいさん、え、おじさん、俺が巻き割りしたことがないんだ。巻き割りぐらいでもね、そこは大丈夫です、ちゃんと教えますのでお願いです。少しだけでもご協力をお礼は出させてもらえますので、一本だけでもいいんです。一本だけでもお願いします。まあね、そこまで言われちゃちょっとね、龍馬も男ですから仕方ないな。少しだけだぞ。あ、ありがとうございます。まあね、礼がもらえるってんだったらね、そりゃやりますよ。では早速巻き台の前に立ってください。巻き台、エグザイルの、私が補佐をしますので。はいはい、ああ、分かった。タイミングよく丸ボタンを押して巻き終わりましょう。物を振り上げ、力が入る瞬間に斧が光ります。光った瞬間にタイミングよく丸ボタンを押すと輪っけを割ることができます。丸だけ押してればいいんですかね。連続して割っていくとスピードが上がっていくので失敗せずに素早く割りましょう。20本の輪っけを割ってみましょう。1本割るごと100本。あ、でかいな。よし。こういうのね。よし。あれ？ダメなの？よし、あれ、なに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 、難しいぞこれ。あ、わかったわかった。はいはい。あれあれ、なに、斧光った時に押すんじゃないの、遅かったかな。え、ちょっと、早いのかな。意外とこれ、あれ、なんかちょっとあんま面白くないこれ。地味、何、ほら、なんで押してるよちゃんと。もう おじいさん一本折ったからもういいんじゃない、もうね。ちょっとどこまで割らせる気、ちょっと、あ、終わった終わった。なんかちょっと
コツがいまいちよく分かんなかったです。巻き割りされたことはあるんですか？初めてとは思えない手際の良さでしたよ。そうかな？ちょっと手こずりましたよ。そうか。まあ力になれたんならよかった。これ今回の分のお礼です。1本につき100文お渡ししますね。しかしたかが1本割るごときに100文なんか払っちゃって、このおじいさん、ね、生活大丈夫なんでしょうね、これ。ただ嫁に手伝いを頼まれた、ね、だけだと思うんですけど。割らないといけない薪はまだたくさんありまして、もし時間が空いたらまた手伝ってもらえますか？私はいつもここにいますので。まあ気が向いたらよろしくお願いします。今回はありがとうございました。まあいい小遣い稼ぎにはなりそうですね。もう一通りこの町は、割り割り割り回りましたかね。ちょっとじゃあ、来ちゃった。何？面倒はごめんなさい。ちょっと燃えごとき無糖で十分。あ、やべ。 そっかそっか、無糖だとこういうことになるのか。やべ、危ね危ね。ちょっとやっぱり刀を持った方がいいですね。くそ、この龍が如くシリーズだとちょっとこの雑魚にねダメージを食らうっていうこと自体がちょっとやってる、ちょっとね、あんまり心外ですね。ちょっとこういう雑魚にダメージを受けちゃうっていうのはね。これスタミナって、ないじゃんこれ。強化かなってますよ、強化。何かちょっと私ね、ちょっとだけ上がったんですけど、仕組みがねよく分かってないです。これ多分なんか問題、これ何？これ違いもよく、2と3か。これやってみるか。単重強化。単重も上げときましょうか。あと2個あるってことですね。まあ、全部一通り上げときましょうか。もう1個ぐらいできますね。じゃあここを上げときますか。ちょっと何気に体力がありませんね。なんかあったな、それ食い物が。てか、めちゃくちゃ持ってるな。傷薬は別にね、なんか、水飲んだらどんぐらい増えるんでしょうか。はい。ちょっとですね、気持ちですね。でも水はタダで汲めますからね。これは？鉄の皿。これは、売れるんでしょうね。よもぎまんじゅう。まんじゅうと、傷薬と、あれ？芋は？芋こっちか。芋は食えないのかな？芋って食えるんでしょうか？焼くと甘く。食えますか？ダメだ、食えないんだ。これは？鉄くずか。ちょっとあまり体力がないですけど、まあなんとかなるでしょう。安いね、安いね。
農作物はどうやったら食べれるようになるんでしょうかね。焼くっていうか、どうやったら焼けるんでしょうか。まあいいや、竹地のところに行ってちょっとね、おやすさんと、あ、いましたね、竹地。一回ちょっとね、軽くセーブしときましょうか。